2023年選手プロデュースフード第3弾プレビ選手に決定しました。ありがとうございます。今回 X さんとコラボしたエッグトーストぜひ今回プレビ選手で。ありがとうございます。卵好きっす。卵好きっす。木更津海苔とかですかね。パリパリの海苔も好きっすけど、佃煮とかも好きっす。あ、ツナマヨとかいつも選びます。辛いのはちょっと苦手なんで甘辛くらいがいいです。甘さと辛さのバランスを取ったエッグトーストを作ります。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は今回のプロデュースフード担当していただく X スイッチの武田さんに来ていただいてますので、武田さんよろしくお願いいたします。まず一つ目がお願いします。はい、海苔の佃煮とツナマヨとヤンニョムソースでアボカドを混ぜてます。アボカドはトミ選手アボカド好きです。好きですか。いただきます。美味しいっす。美味しいな。佃煮が美味しいっす。辛さの具合はどうですか。あんま辛くないっすよ。じゃあそこまで得意じゃないトミ選手でも食べれる。いけます。じゃあこの味を一つ目をちょっと覚えておいてもらって、続いて二つ目。はい、海苔の佃煮とツナマヨにカリカリ海を混ぜたものです。いただきます。美味しいっす。梅僕好きなんで。ネギはどうですか。ネギ好きっすよ。でもあんま臭くなるんであんま食べないっすじゃあ最後3番目お願いします。はい、これが海苔の佃煮とちょっと甘ピリ辛のヤンニョムソースとツナを和えたものと X スイッチの甘じょっぱいマヨソースになります。特製のマヨネーズってことですか。はい、美味しい。決まりました。え？いやこれ美味しすぎます。はい、というわけで鳥海選手今3種類食べてもらったんですけど、完成品といいますかトーストに挟んだものを食べてもらって最終ジャッジしてもらいたいと思います。はい、まずこちらはツナマヨと、はい、ちょっとピリ辛のソースであえたアボカドと海苔の佃煮とチーズが入ってます。ボリューム感たっぷりですね。すごい、これ食べれるかな。いただきます。アボカドが美味しいです。アボカド美味しい。続いて2品目です。はい、これが鶏の佃煮とツナマヨにカリカリ梅を混ぜたものです。はい、いただきます。はい、これ中入ってるんですか。中はソースが途中で入ってます。とパンの側面にもソースになってます。美味しいです。次いきます。が3番目の鶏の佃煮と甘ピリ辛のソースが入ったツナです。そしてちょっとあの甘じょっぱいマヨソースをかけてます。いただきます。こぼれんばかり決まりましたパンにしたらあっちの方が好きだったっす。アボカドの方でも1個決めないといけないですもんね。そうなんですよ、考えてもらって。はい、はい、でも商品として出すんですもんね。商品として。鳥選手、はい、改めて1番から3番どれにするか発表お願いします。1番です。はい、1番のアボカドが入ったピリ辛ソースのエッグトーストに決定いたしました。のりのりチキンシーサンド9月2日川崎店より販売開始です。のりの佃煮がいい感じで美味しいのでぜひ食べてみてください。